生産が上がるっていうことなの で、あの前回買えなかった方だったりとか、今からねご紹介するアイテムこういう感じで重ねてもすごくいいので、腕まくりしやすい腕まくり族腕くり低層いらっしゃる腕まくり族の方にはすごくいいですね。まあでも通常今はねこのまんまで合わせていただいていいので使っていただけますっていう形で、あのこのタイプも今予約を受け付けてる最中です。でこのベストがめちゃめちゃまた可愛いんですけども、これが井原さんじゃあ出てくるか、はい、このスタイリング、うん、これ、前回ねマオメイドさんで、ブラウスとニットベストの、セットがもう人気で、いまだに言われるあれないですかって言われるけどないんですあれはねもうなくなっちゃったんですけど、それとはまた変わったタイプで別のタイプで、あの同じセットをあのベストとブラウスでも全然今度はねまたシルエットが違ってくるので、これがね、あのデニムで合わせてるんですけど、後ろドレスですかっていうプリーツ、すごくないですか、すごいこれ、ね、このプリーツドレスですかってこれ思うよね。このね、こっちですね、これとシンプル、これ中身です、うんうんうん、でこれカフス、しかもボタン2個付きのカフスで、だからこれ1枚でも十分着れるアイテムで、ベストがセットになって17,780円なんです。昨日お客様に、うん、これ本当大丈夫ですか、いや私も思われて、そうそうそう、今日のアイテム全部17,780円だからあれだけどこれの、ね、やつはねもうちょっと安いですよ、8,900円の税込みなので9,700円ぐらいになってきますので、これはだからこれでセットで使っていただいてもいいですし、これを買われたら漏れなくこのブラウスもついてきますので、それで合わせていただいてもいいです。うんうん、そのフレンチスリーブ、そのフレンチスリーブってどういうか、あ、スリーブは大丈夫です。ただ胸のところがちょっと私が着るときに貼った感じが、でも通常の方は全然問題ないです。胸の幅に書いてるので、あのぜひ見てください。うん、あの合わせていただくといいです。どうぞどうぞでこれあの足元、チームのスタンスで新色ですね、可愛いこの感じ、おばちゃんこのナチュラルも似合うよね、似合います、ナチュラルでこのカラーがね、いつもの感じ、そうそういつもの感じで合わせていただけるので、どうぞどうぞお二人並んでどうぞどうぞお二人並んで、でこれね、そうそうそうこの感じで、これに4色だよね、はい、4色この感じで4色で合わせていただきます。これも17,000円、これ店頭でめちゃくちゃ人気なので、うん、それこそ前はだから真央さんのやつがあったから、インスタライブには紹介はしなかったんですけど、でそのそうこれしかもメーカーさんも1回完売して店頭に在庫なくて、でそしたら生産上がってきましたっていうタイミングが真央さんのやつもなくなってて、ただ真央さんのね、あれがすごくいいって言われる方がいまだに声が多かったので、ちょっと入れさせていただきます。シルエットはまた全然違います、真央さんとは。ちょっともうちょっとゆったりめ、そう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 、ある感じで、そうそうそう、だからブラウス単品でも使えるし、しかもこのニットもいいんですよ、全然。だから春先に、そうそうそう、全然使えるので、しかもここの後ろのスリットが計算されてここのプリーツが出てくるようになってるっていう、まあ、まあ素敵な、もうこれ本当に今回の商品ねえ、どうしようと思っとったけど、見に来てください、ぜひぜひ。どれもいいよ、カラバリはこちらが4色になります。イエローグリーン、私が着てるのがイエローグリーンです。で全部ブラウスは白になってきますので、白ブラウスにこのカラーベストがついてくるというふうに思ってください。これは別売りです。別売りで今予約してるような感じなので、よかったら合わせてみてください。これもね、うん、再入荷しました、ね、あ、そうそうそう、幾何学のプリーツが、再入荷したので、一応ネットで販売できる分、数がちょっと少ないんで申し訳ないんですけども入れさせてもらってます。うん、ベストも両前方向で着れますか。このベストはね、ベスト着れないかな、 V がねちょっと深いもんね、うんうん、着てみようか、
これは、あ、これはね、着れない。だって、首が違うもん。首が違う。うん、うん。首がね、ほら。これはね、そういうタイプじゃない。これがね、ちょっとね、タートルのやつ、そうそうそう、タートルのやつはいけるけど、ちょっと首が狭くなっちゃうから、着れないこともないけど、ちょっと後ろ見てみるよ。後ろ、こんな感じ。ざっくりなんで、これは多分前に来ちゃった方がいいかな、せっかくプリーツなので、プリーツを見せていただく方がいいかなと思います。ライブ感がすごく良い。ありがとうございます。そうですね。っていう感じで。